今度日本来たら秋葉原行こう、まず。確かに。メイドカフェ行きたい。はい。あー、あ、いいね。萌え萌え、キュン。してね、あ、敵。持ち帰りできますか。一緒にメイドカフェ行こう。行こう行こう。メイドカフェな、俺一回しか行ったことない。おお。俺一回もないっすわ、メイドカフェは。どんな感じなんすか。いや、なんかあの、ご主人様って迎えてくれて、で、まあもうほんまベタやで、あの一緒に魔法をかけて、あの、あれみたいな感じの魔法をかけたりとかして。やばい、いる。フェニックス、そう、俺が行ったとこはなんか猫の惑星みたいなとこにいますみたいな、なんか言われて、で、あの絶対に猫耳のカチューシャをつけなきゃいけないっていう。おー、いいね。そうそう、猫耳、そう、猫耳、猫耳つけて、みんなずっとそこにいた。かわいそうかわいそうかわいそうって、いや、なんで、なんか、うん、あー、ゲスがかわいそう。ああ、お客さん。ああ、お客さんがかわいそう。そう。ああ、そういうことね。オッケー、じゃあ、モンドがメイドカフェを行きたいのは分かった。任せて。準備しとくわ。何の準備？予約。モンドが来日した時の予約。でもその時ラスもみんな来るからさ。ああ、じゃあみんなで、もえもえキュンしに行かないと。メイドカフェっていくら？でもモンド、うん、メイドカフェ高い。大丈夫大丈夫、クンさんがいるから。やば、えらいモンド、もうそんな、クンさんがそんな領域までいるって知ってんのか。クリップは髪留めのこと、これはマグ。でもしかもさ、ラッサンも来るんだったら、でもおじさんもついてくるから。そう、あのモンド、俺らあの一切お金出さなくていいよ。あー、いいね。メイドカフェ貸し切るのマジで、行く旅先全部貸し切るさ、うん。おじじとクンさんの経理。クンさんの経費、確かに動画撮ったらクンさんの経費できるから。確かに経費だったら実質無料だもんね。うん、無限に会社から出てくるから。てか、なんなら別にもうモンドもラスも別に CPT も別にそんな思ってもらうほど困ってないやろ。もうそもそも、まあでもメイドカフェはね、あのジュース8ドルするから。うん、ええー、高っ。そう、オレンジジュース8ドル。オレンジジュースいくら？800円。オレンジジュースになんかやったかな。オレンジジュースなんか入ってるかもしれない。金かな。金入ってるかも。おお、いいね。じゃあまあしょうがない。萌え萌え、萌え萌えキュン、萌え萌えキュン。モンドがやるんだよこれを。かわいい、いいね。モンドがやらないと。モンドもやるんだよ、女の子の前で。いいね。でも楽しいよ、秋葉原。フィギュアとかめっちゃあるし。